あ、また完食。はっきり言うけどさ、なんか私が完食してお前に何か迷惑かけた？ イライラしません？あ、また完食みたいな。食べたい時だってあるやん。いや、なんか私お前に何か迷惑かけた？みたいな。思いません？すんごいイライラしません？ 聞いてんの？食ってもええんやでって、ありがとう、ありがとうだけどさ、私さ、完食するのにいちいちあなたたちの許可必要かなって思いません？なんか、ねえ、お母さんとかには食べ過ぎだよとかって怒られるんだったら、まあまだしも、誰？ってなるじゃないですか。またって何なの、しかも。ウッピーさんにおみもらったお土産食べるのがそんなに悪いことなの？え、聞いてんの？マジで。本当に、え、聞いてんの？マジで。何なんだ？え、大丈夫？なんか周りの人不快にしてない？大丈夫？実生活で。え、本当になんかそんなのはさ、あんま人に言わない方がいいよ。どうぞ。別にいらないです。私バナナそんな好きじゃないんで。あ、大丈夫です。2個あるから1個どうぞみたいな顔で見ないでくだねさい。バナナいる？いらないです。 お家帰ってカレー食べるんだ。私我慢してるんですね。スパイスご飯食べよう。バナナ食べて。気にせんで好きなだけ食ってこうって言われてますから。ありがとうな。気にせんで好きなだけ食べるわ。不快にしてすみませんでしたって言ってほしい。本当に今イライラしてるからね。イライラし、人がイライラしてる時にそうやってなんか軽はずみな発言するからそういうことになるんだよ。バナナ食う？バナナはイライラ収まりません。全然収まりません。食いたいな。お前らの一言一言がな、家にいる関係ない人を不快にしたりするんやで。それはお前の。そんな突っ込むのかって。そんな突っ込むよ。なんかうまっ。え、だって言うけどさ、私たちが今日仕事で忙しくてなんかちょっと質問を返せなかっただけでさ、なんかブスのくせに返事しないとか何なのみたいなこと言ってくるやつがいるからさ、なんなのこの人怖いよみたいな。え、怖いこと私一言でも言いました？何なのって言ってるだけじゃん。完食して何が悪いのって。そんな怖いみたいになりません？もう彼ちゃんには何も言わんとこうみたいな。そのさ、お前に言ったらこういうことになるからなんかやめとこうみたいな。なんで私が悪い雰囲気出されないといけないのかな。え、なんかマジで納得いかないし、マジで今日ずっとイライラしてるわ、私。本当にイライラしてます。なんか私が悪いんですかね。なんか私に言ったら、なんかこういう、こうやってなんか視聴者はある日突然急に詰め出すからもう何も言わないでおこうぜみたいな。更年期にはまだちょっと早いと思うんですよね。でも更年期かなっていうぐらいイライラしてます、本当に。これ私本当に更年期迎えたらどうなるんですかね。死ぬんですかね、イライラで。発狂して死ぬんですか血ね。管とか切れるんだと思う。食い足りないだけやでとか、そうやって腹、なんか人腹立たしいよね。なんかちょっと完食したらなんか足りてないよご飯みたいな、うるせえみたいな、家帰ってからご飯食べるわみたいな話じゃないですか。なんなんみたいな。なんなんそのデブキャラ。何？足りてるから。変わって。わるとは。え、だって足りてません？うちデブキャラ。一人いたら十分じゃないですかね、おばや、いる？デブキャラ。腹カラ立たちゃしん以く外ないで誰？すか？またそうやってなんかなんかカレーパンマンとか書かれるんですよ。出てないよみたいな。出てないよって言わないとわからないんですかね。アンパンマンに私出てないよ。私アンパンマンでもないよみたいな。
帰ろっか。本当に腹立たしい。本当にもう生放送に出たくないから顔出してないですもん最近。腹立たしくて。そんな可愛いのに。可愛いのに。でも可愛いけど。なんで笑ったんですか。言われて、餌ここにあったな思って。餌がずっとそこにあります。引っ越してから。ふと今思い出して。今じゃないです。毎日取ってる。尾形さん。餌あったわ。あったわじゃないです。笑ってました。ああ腹立たしい。マジか腹立たしい。